皆さんこんばんは。7月8日、エルちゃんラジオの時間です。昨日は七夕だったんですけど、全国的に天気が悪くてですね、場所によっては大変な被害が出ているところもあります。こっちの方もですね、結構な雨や風が吹いて、空を見上げることもできませんでした。代わりにですね、YouTube の方で水木奈々さんがですね、オフィシャルの方で動画を上げてられたので、楽しい時間を過ごすことができました。今回のお話なんですけど、冒頭でも言いましたが、本日は7月8日です。この7月8日はですね、ガンダムの日らしいんですよ。俺が知ったのもですね、今朝だったんですけど、ネットの方でガンダムの日って書いてあったので、見てみたらそういうことでした。ガンダムが大好きな大きいお友達はですね、分かってると思うんですけど、なぜこの7月8日がガンダムの日になるのかって言いますと、ガンダムの型式がですね、RX78 の2なんですよ。78とですね、7月8日がかけてあるってことなんですよ。それで本日はガンダムの日らしいです。ちなみにですね、主人公のアムロレイが乗っていたこのガンダムはですね、RX78 の2、つまり2号機なんですね。この他にですね、プロトタイプガンダムや、小説版で登場した G3 ガンダム、さらに実は7号機まである、などなどですね、知っていくほど奥深い存在なんですね。ガンダムの日が実はもう1日あります。それが4月7日なんですね。この日はですね、アニメ版機動戦士ガンダムの第1話が放送された日です。1979年4月7日に機動戦士ガンダムは始まったんですね。伝説の名言もこの回に生まれましたね。ガンダムが好きな人にすれば馴染み深いシャアの名言、認めたくないものだな、自分自身の若さゆえの過ちというものを、はこの回にて誕生しました。そして機動戦士ガンダムもですね、もう40周年になります。今年はですね、ガンダム宇宙世紀シリーズの最新作機動戦士ガンダム閃光のハサウェイがですね、今やってるんですね。俺も見に行きました。こちらがですね、続編がありますので、すっごい楽しみになってます。こっちのラジオの方で、まあ、ガンダムの話はこれぐらいで終わりたいと思います。ガンダムと言ってもですね、もうシリーズがいっぱいありますので、こちらのラジオで話すには時間が全然足りません。生配信のエルちゃんの方でシリーズの中から一つ選んでお話をする時間を設けたいと思いますので、その際はですね、ぜひ見に来てくれると嬉しいです。最後になりますが、質問やコメントお待ちしています。それでは今回はここまでにしたいと思います。次回のエルちゃんラジオまでかかってこい。